Thank you.
ってまいりまして、今度はあの男子の竜になるんですけれども、この竜は実は先月ですね、1月の11日の日に、香港のこの夜行竜というのを香港は、まあ、非常に盛んにこう取り組んでおりまして、その夜行竜の世界大会がございました。日本から代表として出場させていただきまして、このメンバー、行かせていただきました。結果的にはですね、9チーム中、最下位やったんですけれども、もしよろしい